皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ東海オンエアのとしみつ31が21日に自身の YouTube チャンネルを更新し第1子が誕生したと報告した写真ありとしみ光妻は美人 YouTuber み光は第1子が誕生しましたと笑顔で発表誕生のタイミングがすごくて予定日よりかなり早く生まれてきてくれたんです といい深夜にランニングして帰ってきたら、妻から体調がおかしいかも、と話がありまして、夜中の1時ぐらいに病院に行ったら、そのまま入院です、って言われて、と想定外の展開になったという。あと3週間ぐらいあると思っていたので、言いたいのは、全国のパパは油断しない方がいいなって。油断して酒を飲んでると、来る時が来るからね。 俺はランニングしてたから飲んでなかったけど、普通に飲んでた可能性があるなってと注意を呼びかけていた。その翌日、利光は、何か頭痛いなって思って、熱測ったら38度後半でと不運にも体調不良に。9月28日に福岡で予定していたライブは中止になったといい、結局、出産に立ち会うことができなかったんですよねと無念の報告をしていた。悔しいな 申し訳ないなって思いながらも家で祈るしかなくて無力さが半端なかったねでもめちゃくちゃ頑張ってくれて産んでくれました妻には感謝しかないですねと思いを語っていた利光は今年5月に人気 YouTuber まこちとの結婚を発表妻が妊娠し安定期に入っていることも明かしていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。